直将棋。それは互いに際どい質問を打ち込み、高性能の嘘発見器によって相手の嘘を暴く恐怖の心理ゲームである。正直将棋ファンの皆さん、こんばんは。本日の解説委員は3度の飯より嘘が大好き大嘘清人さんです。今回からカラー放送でお送りします。大嘘さん、早速嘘出ましたね。嘘出ましたさあ、そして AKB 代表のスペシャル解説委員大島優子さんです。よろしくお願いします。大嘘さん、この企画ズバリ見どころは何ですか？ベールに包まれたアイドルの本音に飯が入る、これが全てでしょう。カンペガン見やないか大島は、見どころは同じグループでもメンバーの心お前もガンビやないちゃんと言ってね。あのメンバー間でもね、あのドキドキの企画ですよ、これは。これはそうでしょ、すごいドキドキ。いろんなもう本音を探りますからね、はい。ちなみに先生、嘘を見る確率はちなみに何パーセントでしたっけ？ 99.9% です。ほぼ見抜けるってことでございますので、対局者をご紹介いたしましょう。先手、決して弱音を吐かない AKB1 位の元気娘宮沢。後手、礼儀と筋肉を重んじる真面目一筋秋元。さあ大島、はい、この対局ですけども、そうですね、両者は2人ともですね、あのチーム系のツインタワーとしてやっていただいてるんですけれども、リーダーシップを取ってくれてるのは秋元さんで、それをこうカバーしてくれてるのが宮本さん。宮本さんお前ちょっと、えがやせよお前お前、どんだけ一緒に気を取り直して、まずは2人が考えてきた質問をチェック。これほとんど、やばいと思いますよほとんどやばい、あの針が触れると思うんですよね。10番なんかね、ちょっと知りたいですけどね、僕は。まあ、2番もそうでしょうね、あ、これ知りたいですね、うん、なかなかこういうなんか弱音的なことあまり言わないのでね、これ2番面白いですね、うん、正直思ってそうだのかどうかっていう、うん、あと6番なんてね、ちょっと2人の関係があ先手宮沢。まずは真剣な顔をしていることが多い秋元に対してこの一手。おっと2番、おお、2番から来ましたね、はい、なるほど。正直アイドルなのに笑顔を作るのが苦手だ。いいえ。おお、変えましたね、セーフです。なんで宮沢これを一番に言った？いや結構最近裏で気にしたりしちゃうタイプだから、なんかだから絶対揺れると思ったんだけど、これで揺れなかったらまずいぞ。秋元どうなん、これは？笑顔 is my life なんであなたの生活は笑顔、はい、続いてゴテです。続く秋元の第一手は2番。いきなりこれいく、はい、あ、そう。それは以前放送したメンバーの私服を紹介するコーナーでのこと。ファッション界のカリスマ植松さんの評価は？
お願い。君が悪い。昭和の蒲田。果たして宮沢の本音は。植松さんにオブスファッションと言われたが、自分はおしゃれだと思う。いいえ。一本。一本。正直あの時イラッとしとったやろ。お前植松さんにオブスって言われて。まあ植松さんには言われてましたけど、確かにブスで、うん、でも。やっぱここで見ててくれたメンバーは可愛いって言ってくれたから、私はそっちばっかを信じてます。いや、まあそのメンバーの言うことよりもこれはあなた自分で思ってるってことですからね。多分あの時のやっぱカマトの帽子、うん、もうあれも AKB ンゴで放送されてから、うん、いろんな人にカマタカマタって言われてて、カマタじゃないしっていうのを見てるんで、そういうとこあったのかなっていう。続いて、先手宮沢、はい、何番でしょうか。10番。おお、10番。これは僕もちょっとこれ佐藤さん気になってますね。気になってますね。どうなんでしょうか。最近は我慢しているが、段ボールごと収録弁当を持って帰りたい。いいえ。一本。言われるの、やっぱ家族にちょっと今日弁当ないのみたいな。じゃあもうあれからもうずっと今日は今日のお弁当は何みたいな感じで、だんだんちょっと家族も欲張りみたいになってきてあるんで。結構そうやな、どうなるかびっくりされるんじゃないですかね。これだってみんながちょっと心配してるところですよ。見方変わるよね。いつも元気を振る舞っているが、正直疲れた。いいえ。一本。の前でね、先どうぞって言って乗れ先に。マジマジマジ。その分疲れてるんですよ。さあ、大手かかりましたね。強い心持ってんな。宮沢一斗監督。一番。やっぱり多分気持ちはあると思うんですよね。正直かっこいいより可愛いと言われたい。いいえ。もうどうなる。あ、一本。よっしゃ。さあ超えました。あ、今そうなんや。求めですよ、ね。そうやもんな。なんでこれ。やっぱ可愛いって言われた方が嬉しかった。うん。だって握手会とか9割方かっこいいですね。なんかね、目合わすやん、なんか石になりそうやもん、なんか。もう目力がすごい。
問仕留める気でいきます。はい、やっぱこれは個人的にもすごいこれは聞きたい。9番これでもあると思いますよ。はい、彼女は実はかなりの完璧主義者だ。いいえ。おお、変えましたね。正解です。変えました。これどうなん宮沢。完璧主義になりたいって思ってるだけです。そう。秋元から見る宮沢どうなん。ちゃんと服とかもいつも綺麗に、うん、服にこだわるの。そういうのあるんですか。後ろのメンバーはか完璧だなみたいな。楽屋の片付けとか本当に気づいたらさやちゃんがこうゴミをこう片付けたりするんで。あ、結構几帳面やったりもするわけ。そうです、几帳面でもあると思うんですけど、うん、本当にこう自分がやらないとっていうなんか意識っていうものがすごい高いと思います。宮沢疲れるってそれは。休めよ、涙出てくるわお前。さあ、クイズで帰ります。割れている秋元に対してこの一手。キューバこれ、これなかなかアイドルだとね。まあそうやな。えちょっと笑ってしまうな、想像したらな。毎日家の鏡で自分のボディを眺めている。いいえ。そうなの、そうなの。あのまあ楽屋でよく見るかなって、その姿を。楽屋にあるの。そうなんですよ、で楽屋で衣装に着替えるときにパンツとかだけで鏡の前でずっとおいお前アイドルらしからぬ行動だったらみんなに見てもらいたいわ。いや違います、違います。筋肉質な分、うん、公演の3日後ぐらいにもうムキムキになったりするんですよ。自分の筋肉がすごい。さあ、ということで宮沢の勝利でした。